非常に強い台風7号は、あす未明から朝にかけ、県内に最接近すす。る見込みです気象庁は宮城にも、線状降水帯が発生するとの予測を出し、警戒を呼びかけています。非常に強い台風7号は、午後4時には、千葉県銚子市の南170キロの海上を、1時間に15キロの速さで北北東へ進んでいると見られます。

あす夜までの24時間に降る雨の量は、多いところで東部と西部、いずれも180ミリが予想されています。また、県内できょう予想される最大瞬間風速は陸上・海上とも30メートルで、海上では波が高く7メートルの大しけとなる見込みです。気象台では、暴風や高波、大雨による土砂災害、 河川の氾濫などに警戒するよう呼びかけています。